はい、皆さんこんにちは。イーヤホンのりょうたです。こんにちは。今日はですね、この間発表させてもらいましたけれども、イーヤホンの大阪関西に2店舗目となります、イーヤホン梅田エスト店ができますというお話をこの動画でさせていただきたいと思います。梅田エストと言いますと、大阪関西に住んでる方であればですね、大阪のこう近辺に行く人、いわゆる大阪では北と南っていう2種類の、若い方々が遊びに行くような場所があるんですけれども、その北に該当するのが、大阪の梅田近辺になるんですが、この梅田エストというのはですね、その中でも若者が利用するような商業施設になっておりまして、写真出しとこうかな、こんな感じなんですけど、JR の高架下にある商業施設です。僕も大阪に住んでた頃はですね、よく行ってたような界隈なんですけれども、この商業施設の中になんと10月下旬にイヤホンがオープンするということになりました。はい、でそのイヤホン梅田エスト店なんですけど、以前告知してますけれども、特徴というのがですね、とにかく広いということですね。発表しているのがイヤホン梅田エスト店はなんと194坪、約194坪というふうに発表をしております。194坪って言われても、いまいちピンとこないなという方が多いと思うんですよね。あんまり自分のこう家の広さとかも何坪とかって言わないと思うので、この194坪というのが大体どれぐらいの広さかというのをですね、ちょっと他の単位に測り直してみましたところ、640平方メートルであると、約640平方メートルであるということですね。まだあんまりピンとこないですね。194坪、640平方メートルと来て、次何畳なのって、よく家を探す時とかにですね、何畳何畳って書いてますけれども、何畳なのっていうところに置き換えますと、約387畳であると。387畳。人が住むにはあんまりにも広い広さですけれども、387畳あんまりピンとこないですね。なんか他にないかなと思って、もう一つ計算してみました。640平方メートル387畳というのは 0.01368832 個分、何の東京ドームの 0.01368832 個分。これなかなかしっくりきますね。なるほどね。それぐらいの広さなんですね。はい。梅田エスト店はですね、大体それぐらいの広さだということでございます。まだ梅田エストのどの辺かっていうところまでは言ってないんですけれども、梅田エストっていうその商業施設の中に、イヤホンが新たにできるというところまで、現状発表させていただいております。それがオープンが10月下旬となっておりますので、もう、言ってる間に、あっという間ですよね、多分ね。僕ら準備してる僕らからすると、早くしないといけないんですけれども、皆さんからしてもですね、10月下旬、あっという間にオープンになるんじゃないかなという感じですね。ちなみになんですけども、さっきの広さの部分で、一番他のイヤホンと比較しやすいのはこの640平方メートルなんですけれども、今現状のイヤホンの店舗の中で、一番広いのが実は梅田大須店なんですね。ごめんなさい、名古屋大須店なんですけれども、名古屋大須店の今の広さというのが約500平方メートル。500平方メートルなんですね。つまりまだ広い、名古屋大須店よりもまだ広いというのが梅田エスト店でございますので、イヤホン市場、イヤホン全店の中で一番広い店舗になるということで、かなり期待できる店舗なんじゃないでしょうか。はい。で、実はですね、この梅田エスト店、大阪にお住まいの方は行ったことがある方は大体場所がわかると思うんですけれども、ちょっとね、僕他の県外から来る方とか、他の都道府県から行く方、もしくはよりご遠方から足を運んでくださる方がですね、結構大阪あるあるなんですけれども、迷うんじゃないかなというちょっと心配がありまして、簡単な行き方を説明したいと思います。最寄りの駅がですね、実はたくさんあるんですね。梅田エストで調べていただくと、その梅田エストさんのホームページに、こんな
ちょっとお借りしますけど、こんな地図が載ってるんですね。で、まあ、地図見ていただくと結構いろんな商業施設が周りにあったりもするんですけれども、最寄り駅が実はたくさんありまして、どれ使ったらええねんと思うかもしれません。ちょっとご紹介しておきたいと思います。実はですね、梅田と名の付く駅がたくさんありまして、まず一つ目、阪急梅田駅、二つ目、阪神梅田駅、次に地下鉄の御堂筋線の梅田駅、はい、でさらにですね、地下鉄谷町線の東梅田駅、はい、そして地下鉄四ツ橋線の西梅田駅と、梅田とつく駅だけで、東梅田西梅田も含めると5つあります。さらにですね、この東梅田西梅田というのは比較的梅田駅とも近い関係にありますから、割と徒歩で移動できる距離なんですね。ですから、まあ、皆さんどこから来られるかによって最寄り駅っていうのがご利用になられる駅が変わってくると思うんですけれども、大体このそれぞれのなんちゃら梅田なんちゃら梅田梅田駅っていう部分からはですね、かかっても10分ぐらいで移動できる距離でございますので、いずれも距離としては最寄り駅と考えていただいて大丈夫だと思います。でさらに JR です。 JR の駅もあるんですが、これ皆さん大阪の人は知ってます。大阪の人は知ってますけれども、この梅田ってどこなのっていうふうに考えたときに、この JR の駅の名前がポイントなんですね。 JR 大阪駅なんです。 JR 大阪駅、実は JR 大阪駅があるのが梅田なんですね。実はこれは関西の方、大阪の方からすると、まあ、当たり前なんですけれども、県外から来る方はですね、これちょっと梅田がどこなのかっていうのがですね、この JR 大阪駅の場所と全然違う場所と思われている方ももしかしたらいるかもしれないので、JR 大阪駅イコール梅田でございますので、これこの間ツイッターでこの話をしてて、知らない方がちらほらいらっしゃいましたので、一応説明させていただきたいと思います。で、より遠くからですね、お越しになられる場合、例えば新幹線とかで新大阪まで来た方が、まあ、最寄りっていうか最短で行ける時間なんですけれども、実はその新幹線が止まる新大阪駅は JR の駅と、地下鉄の駅と2つ両方ございます。で、地下鉄御堂筋線の新大阪駅から、梅田駅まで移動する際にはいくつかの駅を通らないといけないんですけれども、JR でしたら新大阪駅から大阪駅まで一駅で移動できますので、JR で、大阪駅まで新大阪から移動して、でそこから徒歩で梅田エストまで行かれるのがおそらく新大阪からは最短ではないかなと思います。はい、まあ、いずれもどの駅からもですね、比較的まあ梅田エスト距離は近いので、迷わないようにしていただくポイントなんですけど、もし地上を移動される場合は赤い大きな観覧車というのがですね、この梅田エストの真隣にある、HEP5 というですね、商業施設の一番てっぺんに赤い大きな観覧車がありまして、これ梅田の近辺では観覧車一つしかないので、もうどうしてもちょっと迷っちゃうという場合は、地上を移動する場合は、なんとか赤い観覧車を目印に進んでいくのがよろしいかと思います。で、地下を通られる場合にはその S と EST という表記と、もしくは HEP5 っていう表記なんかを看板で探しながら移動していただくと迷わないんじゃないかなと思いますので、これね、現地の人間でも梅田、まあ、いわゆる北の界隈に行かない人は意外と迷っちゃうぐらい、結構梅田ってね、梅ダンジョンなんて言われてる場所になりますから、はい、ちょっと迷われないようにお気をつけくださいということだけ説明しておきますね。そして最後に、現在イヤホン大阪梅田のその梅田エスト店に関しましては、オープニングスタッフを募集中です。ぜひ、イヤホン梅田エスト店、イヤホンで働いてみたいと思われている関西の方、大阪の方はですね、ぜひご応募いただければと思います。はい、現在、この動画を、ま、アップする段階ではですね、募集中となっておりますので、動画の下のところにリンクをつけておきますから、そこから、一旦イヤホン梅田エスト店の、ウェブページというのをご用意してますので、そちらに飛んでいただいて、そこから各媒体などで、募集をかけておりますので、お申し込みいただければと思います。募集期間終わってたらごめんなさい、締め切ってたらごめんなさい。はい、というわけで、10月下旬に関西2店舗目ですね、梅田エスト店、イヤホン梅田エスト店をオープンいたしますので、ぜひ皆さんオープンの際にはご来店いただければと思います。よろしくお願いします。それではイヤホンのりょうたでした。バイバイ。